こんにちは。今回はマリオ2をやっていくぞー。おお、2は私実はよく知らないんだぜ。なんかカセットじゃなくディスクだったのよね。うん、僕はスーパーマリオコレクションでよく遊んでたけどね。それってスーファミのやつよね。何にせよ楽しみなんだぜ。で、最初は、でさあ、キノコの毒味競争？あ、毒キノコの場所は知ってるから大丈夫。そうか、マリオ2からすでに毒キノコがあったか。じゃあ、一発でフランクだ。幸先のいいスタートじゃねえか。初代をやったから操作性には慣れた感じかしら。んまあそこそこ。次はパタパタ早組競争だって。いや最初の敵よね。いくぜ。ルイージなのか。まあさすがにね。そうそう、マリオ2のルイージはマリオよりもジャンプ力が高いんだよ。で、この頃からその仕様だったのか。競技はスーパーキノコを早く取る。この普通のブロックに入ってるよ。で、お前何遊んでんだし。違うって、これでも右に出そうとしてるんだって。結構遅めに出さなきゃなのね。んまあそうだよね。こんなんでも一応 A は取れるのね。ま、タイミングさえわかれば次はいける。いくぜ。ギリギリまで待ってからだな。ここ。オッケー、フランク。ま、これぐらいはやってもらわないとな。さあ次は。あ、大階段駆け上がり競争2。で、前回やった階段みたいなもんだろ。でも配置的に難しそう。しかもルイージだしジャンプ調整をしっかりしなきゃ。いくぜ。めっちゃ難しそうな配置だが。で、それ当たってないの？階段もうまくいったし。これは文句なしの S ランク。めちゃくちゃすごかったわ。マリメでもいつもあれぐらいできたらな。いやさすがに厳しいっす。あ、今度は1の1の投資ね。コース自体は覚えてる？マリメで何度か当たったことあるからね。で、危ねえな、そのパックンには当たらなかったけど減速しちゃったね。で、一応スターはあるんだけど。初代と同じくとっても足の速さは変わらないかしら。だと思うからスルーするよ。で、さすがにここはブレーキか。実はここもノンストップでいけたり。で、やられてるし。まずはとりあえずゴールするか。ワンチャンこれでも S ランクかもしれないしね。いやー何度も足止め食らってるからさすがに厳しいかと。いやまあそうだよね。階段はうまいこと決まったんだがな。とりあえず改善点はいくつかあるからまずはそれを。土管のパックンのところは減速必須かしら。いや。ノンストップで行くよ。おーマジか。すごい、これだけでも全然違うわね。でも奥のパックンはさすがに対応できないかも。え、じゃあどうするの？とりあえずここばかりはちょっと止まらなきゃ。ここも大ジャンプだとやられちゃうから。ま、そうするしかないか。頑張ればノンストップで行けるのかしらね。ただこの辺りは結構早いぞ。よーし、Sランク取れたね。ここからの難易度が上がりそうよね。で、今度は、ルイージで1の1を走るのか。いくぜ。マリオとは違う挙動だからな。このジャンプ力を活かせるかどうかね。今日このパックン超えられるのか。ここはマリオよりもだいぶやりやすいね。ただ、問題はこの後の土管よね。ルイージのジャンプ力を活かせるか？って決まったの、この5分ならダメじゃん。あらー、ちょっともったいないけど。ただその後は結構早いんだぜ。よし、あとは階段さえ引っかからなければ。じゃあ、Sランク。てか、マリオ2の競技があと2つだけ。少なくね？かなり楽じゃない？ちょっと待って、これって9の1で、9の1とかあるのか？確か1の1からショートカットを使わずに8の4までクリアするとワールド級を遊べるんじゃなかったかな？へぇ。知らない人多そうだな。と言っても僕も記憶が曖昧みまいん。いや、普通に曖昧って言いなさいよね。最初は土管に入るのね。裏面は水中だから引っかからないように気をつけなきゃ。ここはパックンが引っ込むのを待たなきゃダメなのか。さあここからね。いやさすがにノンストップではいけないと思うけど。おっとここで吸われた。なんか吸い込まれるの早くね。普通の水中ステージの挙動とは違うのね。これは覚えておかなきゃ。お、パックンが出なかったな。これはラッキーね。で、10ゲームまでいるのか。踏んで倒した方がいいかな。いやでもこれ水中で踏めるの？確かに。下手したらダメージ食らっちゃうかも。で、ハンマーブロスまでいるとかてんこ盛りだな。お、ジュゲムがどっか行ってくれたね。というかこれゴールの階段さ、どうだ？じゃあ、一発 S ランク。ぬるっと終わったわね。ただこれでラストなんだぜ。難関コース最速クリア。じゃあ、意地悪な8の2。このコース意地悪なの？聞いた話だとマリオ2はそもそも難易度がエグいらしいが、難易度もそうだけどマジで意地悪なのが多いんよ。ま、
今回はルイージでプレイできるからまだ楽かもだけど。でなんか風が吹いてきたんだが、しかもバネとかあるのね。勢いがないと届かないよ。そして、このブロックを叩くのが必須。いや必須なのか。普通に右に進めばいいんじゃないの。いや右に行くと無限ループにはまります。でなんだそれここは。というわけでこっちが正規のルートです。いや絶対初見じゃわかんないわよ。ま、とはいえこれでゴールなんですけどね。で思ったより短か。よし全コース S ランクね。とまあ、ちょっと早く終わっちゃったからマリオ3もやってみようか。おお、マリオ3大好きなんだぜ。チラッとどれくらい競技があるか見たけどぶっちぎりでこれが多かった。行くぜ。スーパーキノコ早取り競争だって。いやまあ結構引っかかったもんね。というわけで再挑戦。さっきはジャンプでもたついてたもんね。ということは下から行った方が早い。いやこれでも A プラプラか。S ランクのラインが知りたいわよね。あとは細かいジャンプを駆使していくしかない。ってこれでもダメか。かなりいい調整が入ってたのにね。もしかして上ルートの方が早い？ほんとだ。よし、あとはもっと詰めれば S ランク。キノコを出した後。じゃあやっと S ランク取れた。なんとなく分かったが短い競技ほど S ランクの壁が高いな。逆に長いコースは結構甘いよね。あ、コインで3って表示されてるわ。1の1だね。行くぜ。何気に取り方がむずそうだが、弟子の山ってんじゃないの。なるほどそういう感じね。まずは下のコインをどうやって取るかが大事だね。ああ、どうしてもどれかは余るだろうから、3の先っちょをスルーするのが安定かな。まあこれでもダメと。逆に先っちょを先に取るのはどうかしら。ほう、そういう残り方。いやそれでも S じゃないのね。ごめん、やっぱり先っちょ残しの方がいいかも。ま、早ければ何でもいいんだぜ。ああ、まだダメか。ほぼ最速だと思ったんだが、多分ターンの後のジャンプ入力。オッケー、これで S ランクだ。また 0.02 秒の世界。恐ろしすぎるんだぜ。あ、今度はスーパーコノハ早取り競争だって。おお、1の2か。行くぜ。すでにデカ状態ってことは、最初のハテナブロックにコノハが入ってるな。じゃあ今回は一発。さっきがグダっただけにちょっと拍子抜けだな。でも割と最速でいけたしさ。今度はハンマーブロス退治ね。いや、格好しすぎだろ。うん、早当てたら早いと思って。あれ、タイマーが止まらない。いや、宝を取るまでは聞いてない。なるほど、簡単すぎると思ったぜ。うん、まあ先に宝の場所に貼り付けば楽かな。いや、反対側に出てんだが。しまったマリオと反対の場所に出るんだった。基本中の基本じゃないの。いや、プレイするのは相当久しぶりだからさ。狙いを済まして。それでもダメなの？もしかしてファイヤーが遅いんじゃ。なるほど。から叩く。ほぼ一緒に見えたけど。で、おお、S ランクじゃん。ちなみに2フレーム差で叩いた方が早かったよ。いや、ほんと誤差ね。どっちでも良さそうだな。行くぜ。土管に入るだけの簡単なお仕事。いや、遅いな。相変わらず上土管は苦手のようで。もう一回。ジャンプは2回で済ませねえとな。オッケー、2回ジャンプで S ランク。ま、これぐらいはサクッと終わらせてくれなきゃね。お、今度はタヌキスーツだとよ。了解。行くぜ。これはでかいハテナブロックから出てくるのよね。あ、ちょっとミスって。いや、下手くそかよ。はぁ、あ、ただのシングル A。ごめん、焦りすぎてブロックに引っかかった。次こそは頼むわよ。要するに巻きジャンプだけが大事。ほい。よし、今度は S ランクね。オッケーオッケー、2回でいけてよかったよ。さすがにこれで下りたくはないもんな。さあ1の1最速クリアだって。行くぜ。ま、散々1の1はやってきたもんね。マリメでもよく当たるからここはサクッと一発で決めてくれよ。いや、そうプレッシャーをかけないでよ。もうちょっと手前で P メーターは溜まりそうだな。いや、溜まると相当早いのな。マリメでは速度は変わんないのに。く、ここで引っかかるのはもったいない。ん、これは厳しいか。ってこれで S ランクなのね。なんだ、もうちょっといろいろ詰めようかなって思ってたけど、やっぱり投資は優しいのな。行くぜ。さあ今
今度は1の2の投資ね。ここも P メーターをどこで貯められるか。いやーこの辺りは無理だね。となるとここか。ダメか。でも頑張ればいけそうな雰囲気だけど。くそ、ここでダメージ食らうか。だがすごい加速だぞ。ちょっとここなんそれ。土管の中を練り込んだ。あっと壁抜けがたまたま入っちゃった。で、そんなこともできるのね。RTA でも重宝される技だよ。まあそこでやってもあんまり意味はなさそうだがな。さあ今度こそ S ランクを取ってね。B メーターを貯められるかどうか。チビ状態だったらブロックの下も走れるんだけど。あ、そうかここで途切れちまうのか。ってことは貯められないわね。わざと食らう方が早かったり。で結局ここで食らうし。一応さっきよりかは早いけど。おお、これで S ランクか。よし、この続きは次回やっていこうか。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。